昭和60年頃のお話だそうです。当時専門学校へ通うことになった恵子さんという女性が、東京で暮らすことになったんですね。で、寮での生活が始まったわけですが、そこでともみさんという友達ができたんです。同じ学校で同じ学部で、気も合って一緒に、遊びに出かけるようになったわけなんですけども、このティーミさん、どうも共同生活に馴染めない、だから一人でアパートに引っ越したいみたいなことをずっと言ってたわけなんですけども、ある日本当にこのともみさんアパートに引っ越したんですね。で、遊びに来てよっていう、連絡があったんです。聞くと、南側にベランダがあって、でダイニングキッチンと洋室の 1DK、 恵子さんは友達2人を連れてともみさんのアパートへ遊びに行ったそうです。西東京の、ある町にあったそうなんですけどね。チャイムを鳴らすと、早速ともみさんがドアを開けて、中へ招き入れてくれたんですが、入った瞬間恵子さん、ここ嫌だと思ったんですね。なんか空気が重い、で嫌な匂いもする、でなんだかわかんないんだけども、部屋の作りがおかしいように思えたと。玄関から入ると、まずダイニングキッチンがあって、その作りがなんか妙なんですね。右側に、おそらくトイレのドアがあるんだけども、そのトイレのドアの近くにも2つドアがある。1つは難度で、もう1つはよくわからないんですけども、どうもバスルームのドアだと。で、3つあるドアのどれを開けても他のドアが使えなくなるんですね。なんだかこれ不自然よねと恵子さん思ったそうなんですけども、またこれ後で気がついたことなんですけども、バスルームの形っていうのもなんかやたら細長くて、なんでこんな作りになってんのという違和感があったと。でも建築のことは素人なんでね、何がどう違和感があるのかということは説明はできなかったというんですけども、とにかくここはダメっていう直感があったんですね。でもそんなことはともみさんには言えないの で、またそのドアの、その作りだとか、その違和感だとかっていうことを抜きにすれば、部屋そのものはなんかおしゃれな作りなので、こういいとこじゃんと、口ではそう言ったと。玄関から入ってそのキッチンを抜けると、その奥がリビングルームなんですけども、ベッドや机が置いてあって、その奥に察し窓があって、ガラガラッと開けると、南向きの小さなベランダがあったんですね。で、恵子さんたち3人と友美さんは、しばらくリビングにで、話し込んだんですね。夕方になってもう帰ろうかということになったんです。で、お土産に持ってきたドーナツが余ったので、友美、ドーナツ置いていくから食べて。ありがとう。そう言うと友美さん、ドーナツを手で掴むと壁に取り付けてあるフックに駆け出したんです。で、2つ3つ4つとフックにドーナツがぶら下がるんです。ともみ、あんた何してんの。そう言うとともみさんはハッとした表情になって、あれ、私何してんのかしら。慌ててドーナツをフックから外して、箱に入れ直すと戸棚に入れた。